はい、皆様こんにちは。リヒト・ドゥンケルハイトでございます。はじめましての方ははじめまして、他の動画を見たことあるぞっていう方、いつもありがとうございます。今回からこちら牧場物語ハーベストムーンフォアガール、こちら、もともとプレイステーションのゲームなんですけど、何年発売だったかな、忘れました。はい、こちらを PS3 でアーカイブで入れて、だいたい600円くらいだったと思うんですけれども、こちらの実況プレイ初見ではございません。私、牧場物語シリーズちょいちょいプレイしておりまして、その中でも一番、思い入れがあるのがこのハーベストムーンフォアガールです。はい、これの1年前にハーベストムーンフォアガールとついていない、いわゆる男の子が主人公のゲームがあったんですけれども、はい、すいません、まさかデモがあるとは思いませんでした。てっきりデモないと思って話進めてたらちょっとスタートボタンを押しますね。はい、続きからなんてあるわけねえだよバカ野郎。初めからプレイさせていただきます。まあこのゲームボイスとかないんでね、グダグダとテキストは読みませんので、喋りながらグダグダとやっていきたいと思います。はい、これが主人公なわけですけれども、牧場物語シリーズ皆様やったことありますでしょうか。このハーベストムーンフォアガールは結構導入もそうですけれども、ちょっと特殊なストーリーになっておりまして、まあ、言うてストーリー合ってないようなもんですけどね。はい、あ、綺麗、プレイステーションのあれだけれども、なんかこう久々に見るとチャチーなって思いつつも、でも綺麗なもん綺麗だな。うん、はい、この少女船に乗っておりました。その船がまあうんってなって、状態になってたわけなんですけれども、この導入も結構珍しいんですよね。普通あ、なんかウォークの仕方がおかしい、避けたし、あ、これちゃんと私押さなきゃいけないですね。流れ星にお願いしないなんて、そうか。嫌な男に絡まれたな、この野郎、みたいな感じなんですけど。どんな顔やねん。どんな顔やねん。近寄ってった。お、いい名言、名言来た。この酔っ払いに言われてるもんなっていう感じなんですけれども。実はこの言葉が割と主人公の支えになってたりするんですけれども、まあこれプロローグ最初は結構長いと思うので、もしかしたらパート1はほぼほぼこのムービーとかで終わるかもしれませんけれども、友達になっちゃったんだよな、不思議だな。正直主人公いくつなんかわからないんだけども、まあ、結婚できる年だからな、まあ、なんとなく二十歳前後かなとは思うんですけれども、でもこの少女天涯孤独なんですよね。はい、一人ぼっちなんですよこの子。一人ぼっち同士、何もないわけがなくて、そういう感じじゃないですけどね。そういう感じではないですけど。はい。僕じゃ物語の主人公って、こういうタイプではなくって、こう自分から牧場に行く、牧場主を目指してっていうタイプが多い。まあ、もしくは、親の借金とか、おじいちゃんの借金とか、そういうのが多いんですけれども、この子の場合は、流れ着いたという流れになります。ええ。どうして牧場主にっていう感じなんですけれどもね。こうやって船で楽しく過ごしていたんですけど、最初から牧場主の格好してるのは気にしないで開けてください。グラフィックの都合です。グラフィックの都合です。リュック背負ってるのも気にしないで開けてください。本当に。そういうことは気にしてはいけない。はい。まあ、ハーベストムーンのボーイがあるわけなんですけれども、私はもちろん先にガールよりも先にボーイの方を、こら。寝込み襲うんじゃない、出会って、まあ自分ちではなく友人が持っていて、そのボーイの方を、それをちょっとプレイさせてもらって、で自分でも買いたいなと思った時にガールが出ていたので、あー、じゃあガールでいいかみたいな感じで買ったんですけれども、
通牧場物語ってゲームの中で男の子を選ぶ、女の子を選ぶっていう感じじゃないですか。でもこのゲームは完全に、男の子と女の子で別ソフトで、そしてシステムもいろいろ違う、もはや別ゲーなんじゃないかっていうぐらい、まあ、そこまででもないけど、でも違うっちゃ違うなっていう感じなんですよね。なので買って、あ、結構違う、どうしようってなったのをよく覚えております。ごめん、話聞いてなかったわ。後で編集で確認する。さすがにね、ずいぶん前なんで覚えてないですよね。はい、嵐にね、会って、おや、ゼルデンみたいだな。夢を見る島での最初、あの、船がね、大変なことになってっていう流れでしたけど、やって、偶然にも一致してしまった。いや、困りますよね。こんな状況になったときね、とりあえず死を覚悟するよね。そんなおっさんの言葉を思い返しながら、彼女は最初海に沈んでいったわけなんですけれども、ちなみにこのおっさんに関して特に言及はされません。ここでさよならです。何者だったとかそういうのは一切ございません。はい、通りすがりのおっさんです。グラフィックがなんか布団に埋もれてるよ。あ、この彼に関しては、はい、後々わかりますけれども、あのパターン、埋もれてるパターンにより彼が誰なのかが変わります。蝶々トーマスさん、船がドーンってなりましたっていうぐらいしかないんじゃないかな。はい、まあ、もちろん主人公喋らないんでね。もちろん、まあ、主人公基本的に喋らないですよね。あれかな、名前出てこねえわ。新牧場物語、なんで名前だったっけ、忘れた。あっちの方は確か喋るんですけど、牧場物語シリーズは基本的には喋りませんね。選択肢で感じで喋るっていうか選ぶんですね。はい、帰る場所がない、本当に天涯孤独。船に乗ってどこに行くつもりだったんだ彼女は。ね、サクッとね、そんな流れになるわけですけれども、空き家なんです。確かボーイでは主人公のなんか血縁の家だったか、そんな感じだったと思うんですけれども、はい、まあそんな、まあ平行世界のような感じで、ここではその主人公、男の子主人公のことはもうまるでない話なんですけれども、はい、こちらは牧場物語シリーズ恒例、荒れ果てた場所から始まるという、そうですね、なぜ家とかがちゃんと綺麗に残っているのかっていう話ですけれども、ワンコワンコ、このワンコ一体どこから来たんだ。若干ワンコを踏んでいるように見える。この世界のどこかにいる。ワンコかわいいね。女の子なのにね、すごいね。何かね、アドバンテージでもあるんでしょうかっていう感じなんですけれども、二つ返事、普通そんな流れにならないと思う。はい、ここからは、主人公名前を決めたりする流れになります。あー、名前ですね。まあ、牧場物語の主人公、基本的に名前は、デフォルトはございませんが、実はデフォルト名があります。というか、ですね、まあこの子の名前クレアちゃんって言うんですけど、牧場物語のなんか名前だな、攻略本にですね、漫画が載ってることが多くて、男の子主人公の場合はピートっていう名前がついてることが多いです。
で女の子主人公で、ゲームボーイ版の女の子主人公でボーイッシュな髪の短い女の子がいるんですけど、あの子がサラちゃんで、でこの子がクレアちゃんって呼ばれてるんですよね。私多分ゲームボーイ版のやつの攻略本にチラッとこの子が載ってるのを見てクレアちゃんって呼ばれてて、多分このデフォルト名クレアちゃんなんだろうなと思ってるわけなんですけど、まあデフォルト名っていうかあるんですけど、私が自分がゲームやってる時につけてた名前があるんですけど、まあ実は一文字違いでクレナちゃんだったんですけど、よくつけてた名前がクレナちゃんだったんですけど、まあクレアちゃんでいいかなっていう感じで、はい、クレアちゃんにさせていただきます。いきましょう。誕生日か、考えてなかったな。でもとりあえずそうだな、まあ一通りは行くとしてもクレアちゃん、今夏、じゃあ今日にしよう、今日この収録日にしよう、今日この収録日、7月28日です。なので夏の月28日にしてみましょう。どっかのイベントと被ってたらごめん、あの行事と被ってたらマジごめん。牧場の名前か、牧場の名前か、あよくつけてた名前でいいや。あでもこれは俺の名前つけるべきか。私ねよくつけてた名前がリーベなんですよ。リーベってLIEBE で、リーベ、これドイツ語なんですけど、確かアイだかそんな意味だったと思うんですけど、なんかくっさい名前つけてんな。でもここはやっぱり自分のあれにしましょう。昔って言うとあれですけど、まあ昔っちゃ昔か。よいしょ。あの、クリスタルクロニクルで村の名前をリヒトにしてたように、リヒトにしましょう。これでいきます。犬ね。犬の名前とかいつも決まってるんですよね、私。犬と馬の名前いつも決まってます。まあ、鶏とか、牛とか、羊とか飼えるんですけども、いつも決まってます。とりあえず、1頭目、2頭目、3頭目ぐらいまでだいぶ決まってます。あ、馬は1頭しか飼えませんけど。はい。アルフだっけ？アレフだっけ？どっちだっけ？アレフだったかな？アレフな気がするな。なんと、多分どっちかこの名前だったと思います。どっから取ったか忘れました。はい、これでいきましょう。はい、もう動けますね。はい、春の月2日からスタートします。まあ1日は彼女が流れ着いた日となります。まあフォアガールなので結構男の子仕様とは、まあ色がね全体的に可愛らしい色になってたり、こういう鏡がついてたり、はい。これ、おしゃれ度っていうのが実は存在しまして、見えないんですけどね。いや、見えるか。これ、資産表で多分見えるわ。多分、最初500ゴールドしかないんだけど、ゴールドなのか？はい。これ、コロボックです。はい。こんな感じです。主タクっていうのは魚ですね。魚は魚タクを取ることができます。ですね、このゲームの魚は全然名前ついてなくて、名前ついてるやつは魚タクしか取れないっていう。で、ここが本だな。操作方法とか。はい。ありますね。ちょっと待って、ちょっと確認したいことがちょっとだけあるんだけど。あ、これ R2 がよかった。持ち上げてるものをリュックに入れるときって、最近の牧場物語は自動なんですけど、この頃は自動ではなく、持ち上げてるものはリュックに入れるか、丸ボタンで誰かに渡したり捨てたりするかっていうのを。R1 は？すいませんね、最近じゃない、久々にやるんでね。装備する道具は R1 か。L1、L2 はね、笛なんだよ。知ってる。セレクトボタンは全体マップか。全体マップか。あんまりやらない。で、三角がメニューかな？メニューっていうか装備持ち物ですね。四角は？四角は道具を使う。OK。食べるやつね。バツとかは基本的にダッシュの時ですよね。はい。で、まあ、そうだよね。PS のゲームだからね。アナログスティック使えないんだよね。はい。で、テレビが最初からあります。最近のね、牧場物語で最初にテレビついてなくって買わなきゃいけないっていうことが多いですけども。で、これはもう時間帯とか関係なく、この十字でどれが映るかっていうのを選びます。まずは天気予報。これ大事です。必ず当たります。あ、時々外れます。行事が翌日の場合は外れます。あ、外れるとか絶対晴れになります。たとえ台風が来てようと外れます。はい、ニュース番組。
はい。まあ、ニュースはまあそんなに見なくていいけれども、方向キー左、この絵、これが結構バラエティ豊かなんでね、見てると結構面白い。だから特撮ものとかが週一で流れたりとかするんでね、それを全部見るには何年目までやらなきゃいけないんだっていう感じなんですけれども、いい加減終われよ、うっせえな今私が罰をしてようやく消えました。これ終わんねえなと思って。これはあれかな、ヘルプみたいなもんかな。次の日になったら、あーそうですね、この牧場物語は最近のやつは季節がずれてても成長が遅くなるとかで育てられんことはないんですけれども、ハーベストムーンの場合は無理です。はい、カレンダーもあります。これ1日が新年祭ですね。はい、これ次の年、次の月は確認できないか。ここに道具箱があります。道具箱の中に何が入ってるのかなということで、はい、何もないんかい。これカバンの容量です。2つしか入りません。悲しい。装備と合わせると3つになるのかな。とりあえず最初に必要なのはこのあたりでしょうね。はい、三角を押します。見ての通り、カバンの容量が3つずつです。はい、持ち物と装備は別個です。3つずつです。ちなみにも数はまとまりません1個ずつです。同じものを持っていても1個ずつです、確か。めんどくさいですね。これはおしゃれ箱ですね。おしゃれ箱というものがありまして、まあ衣装というより、なんだこれ、なんだこれ、アイテムの説明から三角か。どういうこと、さすがに覚えてねえわ。衣装チェンジとか最近のはできますけれども、この子は基本的には衣装変わらないです。アクセサリーを入れたりしておしゃれ度を上げることができる程度かな。はい、この辺とか調べられるっけ。調べられないですね。はい、でここに時計があり、待って、時計を調べることはできないのかな。できないですね。でここに日記があります。ですね、コロボクロと遊ぶとかそんなことはできないですけど、日記をつけると強制的に寝れます。はい、日記をつけるイコール寝るので今つけるとまずいです。はい、最近のやつはいつでもね、いつでもセーブできるっていうのが多いのかな。いやでもどうだったかな。でもハーベストムーンでは、1日の終わり、もしくは1日の終わりかな、1日の終わりにつけないといけません。結構時間かかってるけど、どうしよっかな。いや、街の案内が始まるんですけど、そこまで行く？でも、ね、もう20分なんだよな。一旦切りましょうか。はい、一旦切って、パート1を2つに分けるとしましょう。では一旦切ります。